さいたま市の公立小中学校で今日2学期が始まり、緊急事態宣言の中、登校に不安がある場合はオンラインでも対応することになりました。みんなの元気な姿とかが確認できたのが一番嬉しかったし、夏休み終わって会えてよかったなとほっとしています。さいたま市では小中学校の夏休みの延長はせず、予定通り今日から2学期が始まっています。大宮東中学校では放送を使った始業式が行われました。今日はほぼ全ての生徒が出席したということです。市は緊急事態宣言中、登校に不安のある児童や生徒が自宅でも一緒に授業を受けられるようオンラインでも授業を行うことにしています。希望者には通信機器などを貸し出すということです。